で、これはですね、あの結論から言うと、中国産の添加物なんですよ。これが今、日本では結構主流になってるっていうことですね。だからこれあんまり知らない話だと思うんですけど、あの中国っていう国はですね、そもそも、なぜあんまりですね良くないかっていうと、実はねピンキリなんですね。きちっとした大企業とかはもう本当に清潔にして、きちんと、製造してるところは製造してるんですけど、もうどうしようもないところはもう本当どうしようもないレベルなんですよ。だからその差があまりにもあるんですねって書いてます。この、小籔さんという方が実際現地行って見たところ、きちんとしているところはちゃんとしていると、でもひどいところはもう全くも問題にならないほど、むちゃくちゃだということをおっしゃってるんですけど、まず一番の問題がですね、水なんですね。でこれどういうことかっていうと、普通食品をね洗浄する水とかっていうと、やっぱきれいな水を使うじゃないですか。それが常識だと思うんですけど、その食品を洗浄している水を検査したら大腸菌がうようよ出てきたとかね、もうそういう水を使ってるわけなんですね。でそういう水で洗浄されたのを製造してるわけですから、それって問題ですよね。それとかですね、下水道が結構もう未整備な地域多いんですね。だからもしかしたらその下水道の水を使っているところもあるんじゃないかっていうふうにおっしゃってます。ですから一番の問題はですね、そういうものを使って作った食品もそうなんですけど、今本当に最も輸入されているのは中国産の食品じゃなくて添加物なんですね。でこれが結構入ってきている。例えば何かっていうと、クエン酸とかですね、それからビタミン C とか、それからグルタミンソーダっていう、グルタミン酸ソーダですね。こういったものがもう何万トンとかですね、入ってきてるんですね。でちなみに2010年の時に、クエン酸っていうのはどれだけ入ってきたかっていうと、日本に3万6千トンなんですよ、クエン酸っていうのがね。でこれ3万6千トンってどれぐらいかっていうことなんですけど、添加物っていうのはだいたいね、そんな入れないですよね。食品自体に添加物って少し入れるわけですよね。だから仮にこの3万6千トン入ってきたのが、食品に対してだいたい 1% とかなんですよ。 1% 入れるとしたらどれだけの食品に出回ってるかっていうと、添加物でこれだけの量なんですね。っていうことは食品の量にしたらどれだけかっていうと100倍ですから、360万トンとかね、それぐらいの食品が、この中国産の添加物がもう使われているということなんですね。でこれってどのぐらいの量かっていうと、大体米の1年間の日本人の流通量っていうのが、800万トンなんですね。うん、ですからその、結構な量ですよね。半分近くの、食品が添加物入ってるということですね、この中国産の。で、微量とは言ってもやっぱ添加物は添加物で、どういう作られ方をしているかっていうのが正直分かんないんですね。でなぜじゃあ日本の企業っていうのは中国産の添加物を使うかっていうと、一つは最も大きな理由としては安いということですよね。だいたい日本の 60% 6割の値段なんですよ。そしたら当然安い方を使いますよね。でしかも添加物を日本で作るとなると結構大変なんですね。でなぜかっていうと、日本のその企業はあんまり添加物作りたがらない理由っていうのは、添加物っていうのはもともと異物ですよね。でその異物っていうことは結構劇薬を使う時があるんですね。例えばですね、ここに書いてることで言うと、これこんな覚える必要ないんですけども、オキシエンカリンっていう薬があるんですけども、添加物を作る時にね使う薬があるんですけど、これはですね目に入ると、目に穴が開いて失明しちゃうという劇薬なんですよ。だからそういう薬を扱うわけですから、当然管理とかも大変ですし、作業員の健康問題とかね、そういうのも大変に管理が大変になってくるんですね。しかもじゃあその使ったものを今度排水するときにどうするかっていうと、日本の排水規制って結構厳しいんですね。だからこういうものを容易にですね流すと当然も大問題ですよね。だからできないと、そうするともうその工場の設備とか人件費とかにものすごいお金かかっちゃうんですね。だからあんましたくないんですよ。それだったら安いのを入れた方が楽ですよね。
だからそういう意味で、中国産の添加物っていうのが今どんどんで、日本で使われてきているということですから、我々は中国産嫌だ嫌だって言って買わなくても、もう添加物としてね、加工食品とか買ったら入ってきてる可能性は非常に大きいんですね。でそう考えたら、いろんなものが、危険なものが実はあるということです。放射能だけではないんですね。 PM2.5 だけでもないんですね。我々が毎日食べてるその食品の中にいろんなものが入ってるっていうことですよね。ですからですね、そう考えていったら、よくよくやっぱ見ていく必要があるし、ここの中で、もう一つ挙げるとすれば、油脂の問題、油の問題で、特にトランス脂肪酸についてはかなりこの方も辛辣に批判をしています。つまりトランス脂肪酸はもう取らない方がいいんですね、できるだけ。でこの方は悪魔の脂肪酸というふうに言っています。でも日本では未だにですね、大した規制がないということですよね。トランス脂肪酸ダメっていうのは規制ないですよね。外国ではもう規制しているとかいっぱいあるんですけども、そういうのでまだまだ日本って甘いんですね。だから、我々が、僕らがね、もう消費者が本当のことを知って、そしてできるだけそういう危険だと思われるものは入れないということをね、ちょっと意識していく必要が、あるのかなと思いますね。これが食品の、問題ですね。